BMW は6月22日、8シリーズ、BMW 8シリーズ新型にゴールデンサンダーエディションを欧州で設定すると発表した。ゴールデンサンダーエディションは、BMW 独自のデザインと装備、機能によってコレクターズアイテムになることを目指した特別モデルだ。2ドアクーペの8シリーズクーペ、2ドアオープンの8シリーズカブリオレ、4ドアクーペの8シリーズグランクーペの各社に用意され、9月から生産と販売を開始する予定だ。ゴールドの専用アクセントとエクステリアとインテリアにハイエンドの BMW インディビジュアルの装備を採用した。スポーティなセンスとラグジュアリーさの比類ない融合を狙ったという。ボディカラーはサファイアブラックメタリックまたはフローズンブラックメタリック。ゴールドのカラーアクセントがアスレチックさを強調している。 BMW インディビジュアルのハイグロスシャドーラインを採用した。 M スポーツブレーキシステムはブラックのブレーキキャリパーが特徴だ。ゴールドのアクセントラインはフロントバンパーからサイドスカート、リアバンパーへと続く。ドアミラーカバー、Mリアスポイラー、8シリーズクーペのみのオプション、ダブルスポークデザインの20インチ MR ミホイールもゴールドで仕上げられた。 BMW 8シリーズ新型のゴールデンサンダーエディションインテリアは全席ヘッドレストにエディションゴールデンサンダーの文字が刺繍された。 BMW インディビジュアルのブラックのメリノレザートリムが装備される。8シリーズクーペと8シリーズグランクーペでは BMW インディビジュアルのアルカンターラアンスラサイトルーフライナーを採用した。インテリアトリムフィニッシャーはアルミメッシュエフェクトのゴールドだ。センターコンソールではゴールドのパネルの表面にエディションエンブレムが追加されている。またバウアーズ・ウィルキンズのダイヤモンドサラウンドサウンドシステムを装備した。 BMW 8シリーズ新型のゴールデンサンダーエディション。ゴールデンサンダーエディションは 840i840dx ドライブ、M850iX ドライブと8シリーズクーペ、8シリーズカブリオレ、8シリーズグランクーペの全てのグレードで選択できる。 M スポーツパッケージも標準装備された。9月からドイツディンゴルフィン工場で生産される予定だ。トップグレードの M850iX ドライブには直噴 4.4 リットル V 型8気筒ガソリンツインターボエンジンを搭載する。M パフォーマンスのツインパワーターボテクノロジーを導入しており、力強い出力特性を実現する。ターボチャージャー、直噴システム、熱シールド及び冷却システム、イグニッション、エンジンエレクトロニクスなど、各所に改良が施された。フラップ制御式スポーツエキゾーストシステムが官能的なサウンドを発するという。この新エンジンは重量を変えることなく従来型エンジンと比べて出力を 68HP 向上させ最大出力 530HP 5500から 6000RPM を獲得する。最大トルクは 76.5kgm 1800から 4600rpm で幅広い回転域で最大トルクを得られる特性とした。0から 100kmh 加速は 3.7 秒、最高速は 250kmh、 リミッター作動の性能を備えている。改良された8速スポーツ AT ステップトロニックはギア比の幅を拡張するとともに制御システムを最適化した。これにより走行状況に応じたシフトタイミングがより正確かつ俊敏になり効率性や快適性が向上しているという。さらにマニュアル操作によるシフトチェンジ用にステアリングホイールにはパドルスイッチが標準装備されている。